それから一番重要なことですが、まあ、この時代後の時代に東アジアで「天地思想」といいまして天はドーム型で円形であり地面は四角い方形であるということで天円地方というふうに世界を理解する考え方が長く作られるのですがその考え方がどうもこの時代に生まれたらしいということが特殊な玉の造形からわかります。 右側にありますのが上から見ると四角いでこう側面にこうやはり顔神様の顔を描いているような造形ですがこれも後の考えからいくとこれが血の祭りに使われたものでそれから円形の円盤で真ん中に丸い穴が開いてあるようなが相手や。 これが天の祭りに使われたもので特にこの丸い穴が天界と地上界とのまあ通路であるというふうにまあ認識されているようなものがこの時代より後のまあ国家が出現してからの時代にこう使われておるんですがその起源になるものがこの親戚時代の農業が始まってから間もなくの頃ですね。でかえー いろんな農業生産の技術がこう家畜の力を使ってたを耕したりしてまあ飛躍的にこう生産量が高まってだろうと思われる頃にこういうようなそれまでにはなくてなおかつその後時代の時代に長く続いていく祭りの道具が生まれたというふうになります。